非常に強い台風10号はあさってから31日頃に県内に最も接近する見込みです。高知県では明日午前から夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。厳重に警戒してください。台風10号は今日午後6時には鹿児島県屋久島の西南西およそ40キロにあって、ゆっくりとした速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。県内にはあさってから31日ごろに最も接近する見込みです。県内では今日夜の初めごろから非常に激しい雨が降り、明日昼過ぎからは猛烈な雨が降る見込みです。現在、宿毛市に大雨洪水警報が発表されているほか、気象庁は明日午前から夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表しています。予想される24時間雨量は明日午後6時までが300ミリ、あさって午後6時までが400ミリ、31日の午後6時までが300ミリとなっています。海上は明日から大しけとなる見込みで、6メートルから7メートルの波が予想されています。台風の動きが遅く、長い時間暴風や大しけとなって総雨量が多くなる可能性があり、気象台が警戒を呼びかけています。また台風の接近に伴い、現在7つの市町村で高齢者等避難の情報が発表されています。